SDGs、それは2030年までに達成すべき世界共通の目標今回紹介するのはこちらのテーマに取り組む会社ですここは熊本市にある総上大学現役の大学院生でベンチャー企業シアムを立ち上げた小賀葵さんの取り組みが今注目されています 開発したのは光合成細菌を培養するキットクマレットです培養キットで増やした光合成細菌を今農業農家さんが使ってくださっています田んぼに巻くことでお米の収量が上がったりとかいろんな火災類に巻くことで同じように収量が上がったり根張りが良くなったり病気に強くなったりします 小賀さんが研究してきた光合性細菌は農作物の生育を助けるとともに土壌の有機物を分解して豊かな土を作る働きがありますその光合性細菌の餌に使ったのがクマ焼酎の焼酎カスでした 私地元が人吉熊出身でしてで焼酎カスを処理するためにすごくお金がかかるという課題を知っていまして何か地元の役に立てないかという思いで商品の開発を行いました人吉熊地域の特産熊焼酎ここ人吉には蔵元から廃棄される焼酎カスのリサイクル施設がありますここでは 焼酎かスを濃縮液や乾燥品として処理し。豚や鶏などの飼料に再利用しています。クマレットはこの濃縮液を使って作られています。ものすごく興味がありました。聞いたときに、あ、こういう使い方もあるんだと。この焼酎廃液自体にものすごく栄養価値。 があるんですけれども、なかなかこう浸透しなくてですね。まあ、こうやってですね。あの、熊谷レッドさんみたいに研究していただいて、いろんな使い方ができてくるとまあ、付加価値もついてくるんじゃないかなと思っております。焼酎カスと光合成細菌の組み合わせ、小賀さんは確かな手応えを感じていました。微生物を活用した農業を実現することができれば、肥料とか農薬も。 少しでも減らすことができるので持続可能な農業にもつながるのかなと思っています小賀さんが開発したクマレットを使って野菜の栽培に取り組む生産者がいますこのひ一つねたのは湯の前町で小松菜を生産するタラギさんの畑タラギさんは半年前からクマレットを使って光合成細菌を培養し 週ににに回畑に散布してていいますその効果について実際使ってみた感じでは、その根の量であったりとかですね、もう全然違いが出てるので、順調に育ってくれてるイメージもありますし、小松菜の葉ですよね、葉脈が入るんですけど、それも以前から比べると、しっかり入るようになってきたのかなっていうのは、実際、私たちも感じているところですね。 実は去年の7月豪雨で大きな被害を受けたタラ木さんの畑。復興に向け頑張っている人たちの力になりたいという思いが、古賀さんを動かしています。この取り組みが少しでも地元を明るくできればいいなと思って、まだスタートラインに立ってばかりなんですけれども、頑張っていきたいと思ってます。農業とふるさとを元気にする取り組み。 蒼さんの未来への形です。